どうもメンソーレカルビです。今日はですね、相馬以外全員でちょっと沖縄に来ておりまして、企画会議で相馬以外全員が沖縄にいるドッキリ、はい、社員旅行ですね。そうですね、はい、社員旅行なんですけど、まあ、ちょっと沖縄のご飯でも食べて、で明日の昼ぐらいにね企画会議があるので、そこでこうズームでねいつもやってるんで、みんなこう小窓でこう映るじゃないですか。そこで、まあ、徐々にね誰かがシーサーの前に行ったりとか、で誰かが国際通りの前に行ったりとかで、俺はなんかビール飲んだりとかしてるとかみたいな感じで、相馬だけびっくりさせよう。でその後にもちろん相馬の、瓶ももちろん取ってありますんで、今回案件でですね、あのポケカのねクローブさんっていうところからの案件なんですけど、オリパを引くと、なんでこうなんかポイントになったりするんですって。でそのポイント出た分だけお土産を買って即帰宅っていうのを、まあ、こう二重でやっていけたらと思います。でもう瓶取ってあるんで、帰りの瓶も、だからもう帰る以外ないですって感じで、まあ、中でお土産で帰って帰るという流れになりますので、まあ、この後ホテル行って、まあ、ゆっくりして企画会議を迎えるという感じでしましょうか。シーサーやってください。はい、シーサー、シーサーこのステーキ屋は沖縄来たら食ったらいいみたいな、絶対ねですね、みたいなね。スーさんあれでしょ、沖縄第二の故郷なんでしょ。第二の故郷です。ああ、ずっと言ってたんだよね。第二の故郷なんで。来たこと一回しかないんだよ、ね。一回しかない。一回しかないんだよ、ね。さあ、じゃあ届いたんで乾杯しますか。はい。カリー。はい、お呼びいただきます。会社の金なんでね。うわぁ、なんかワンパクになった気分や。ベーコンと肉が素敵なハーモニーですね。苦手なんだって。その食レポとかをスーさんで補ってもらう。いつも食レポの仕事はスーさんがそうまで決まっとんのよ。フォークで刺した感じがもう赤身なのにめっちゃ柔らかいんですよ。ミディアムレアで。うまいっすか。まだ食ってねえよ。いただきます。甘みもあるんですけど酸味結構強めな。なるほどなるほど。でニンニク効いててさっぱりしててめっちゃ美味しいです。でお肉も赤身だけどめっちゃ柔らかくて美味しいです。僕の飽きたらこれ食べるべきだ。このエビもうめっすよ。めっちゃ美味しい。うわうまっ、うまっ。さあ、じゃあルーさん、はい、今日が本番ですから、僕とスーさんと佐々野さんは国際通り、で、まちゃんこのホテルに残る、で、梅田くんは海。じゃあ、それぞれ設定地に行きますか。はい、はい。ちょっとですね、大問題なんですけど、10時からね企画会議の予定だったんですけど、相馬がね起きないと。でいつもは電話をしてね起こしたりするんですけど、今日ね電源入ってないんですよ相馬のね。ちょっとやばいなって。もうこっちでも飛行機取ってるんですけど、相馬の分もちょっと飛行機の時間遅らせるとかちょっとねリスクあったな。俺まさかどうせ電話で起こせると思ったんですけど、それができないんで、ちょっとプラン練り直します。相馬がようやく起きたみたいなので、実際に企画会議で、相馬にドッキリを仕掛けていきたいと思います。まんまんちゃんが、まず一番僕に入ると、その後に俺の後にスーさんか笹沼さんで、最後に梅田くんがおうちと。ほんで相馬さん今から来ていいよとなりますので、まあちょっと待ってきますか。おはようございます。お疲れ様です。寝坊して大丈夫ですか。はい、今ちょっと起きました。ありがとうございます。あ、おはようございます。カフェ家です。家です。家じゃないでしょ絶対。なんでカフェいるんですか。家の Wi-Fi が壊れちゃったんで。あ、マジですか。はい、それやばい、やばいっすよね。確かにそれ結構やばいっすね。テンさんが寝カフェいるの初めて見たわ。みんな遅いっすね。
確かに。あ、カルビ行きましたね。あ、カルビさん。おはよう、おはよう。おはよう。おはようございます。おはようございます。はい、おはよう。待ったなんですね。待ったな、俺。結構待ったな。ごめん、ごめん。待ったな、俺。何してんの、それ。どこ、それ。やべやべ。昼からビール飲んでるわ。何それ。ビール飲んでるわ、俺。バカンスしてるんですよ。いやー、暑いわ。いや、もうビールしか見えてない。他のクルーはどこ行った？まだ。うん。他のクルーまだ。何食べてるの？ハンバーガーやろ。やろって言われてる。めっちゃアメリカンじゃない。そう、うまっ。うん。なんかハワイっぽいな。めっちゃ。あ、でも晴れてんね、なんかね。あれどうやろ。俺そう。たまにはやっぱこのお天道様の日の下で企画会議しようかなっていう。ああ、なるほど。うん、確かに。大地に感謝してます。ああ、なるほど。あ、来ましたね。うん。来た。笹沼さん来た。みんな寝坊してんのけ。ちょっと映像が映んなくてちょっとお待ちください。すいません。はい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 。ちょっと外買い出し来てて今。あ、そうなんだ。なんかめっちゃアロハ着てる人多くない？カルビの店内の人みんなバカンス気分。ああ、確かに、ね。六本木のカフェだから。六本木ってやっぱ多いんやね、確かに。ちょっとなんか言われてみれば多いかも。あ、ました。あ、お疲れ様です。ちょっと買い出し来てて。あ、でもちょっと上野でそういうの買い出ししてて。あ、上野なんだ。あ、はいはい、あ、ね、上野、まあ上野、はい、上野ですの、まあ普通に、そうそう、ドンキとか。ヤシの木ないなんか。まあなんか上野も生やしてるらしい、なんか普通にあるらしいです。なんか今ヤシの木。ある。そこのベルボーいいかもな。なんか外国語聞こえたけど。観光の人今多くて結構やっぱ。ああ、とかとか。そうですね。上野って結構いるんや、観光の人。いや、上野観光の人だらけですね、もう本当に。ささずまさん、いつもその格好外で。まあそうですね。外は大体こんな感じで。めっちゃ外大体そんな感じなんだ。そうですね。基本は。ミステリーハンターみたいに。いや、確かに。でも、もバーベキュー屋さんとかあるんや。結構いろいろ。上野それ、うん。ちょっと一周してもらっていいですか。なんか今、そうですね。ちょっと待って、まあ上野ですよね。え、沖縄じゃないっす。他の人は連絡しよう、ちょっと。沖縄チャンス遅いですね、確かにみんな。そのまさん。暑いな。暑いっすね。暑い。暑いっすよね、今日。ケンさんは暑くないでしょ、絶対。一番冷房かかってるでしょ。梅田くんは？梅田くん起きてんのかな？ワンチャンありますね。うん、確かに、ちょっと危ない。うん、寝坊？やばい、寝坊が伝染してる。申し訳ない。まあ。なんでない？なんでない？お疲れ様です。いや。え？お疲れ様です。スターいるやん。スーさん。はい。谷間出してる場合じゃないっすよ。ああ、やばい、ごめんなさい。え、何ですか？沖縄じゃね？違いますよ。絶対沖縄じゃん。え、ちょっと一周してください。しゃべりながら一周してください。ちょっと回ってます。こんな感じで大丈夫ですかね？シーサーあるよ。いやでもこいつ、これ笹沼さんよ、ま、問題は笹沼さん。俺このドンキ行ったことあるもん。上野、ね。いや、上野じゃない、上野じゃない。絶対沖縄だって、これ。なんで目がおかしいんじゃないですか。沖縄いるわけないだろ。だからアロハない。絶対そうや。え、なんで？ちょっと待って、なんで？どういうこと？なんでみんな沖縄いる？え、みんな沖縄いない。え、おらんて。俺、六本木。いや、そうあ、私、渋谷です。いや、渋谷にそんなでけえし、すげえだろ。下から行ってください。下から撮ってください。ほら、ヤシの木ある、やっぱりヤシの木ある。じゃあ企画会議しますよ。企画会議じゃないって。沖縄ってめっちゃ書いてあるやん。
おめでこうさんで企画入れてます。あ、そうですね、企画お願いします。じゃあちょっと待ってまーす、企画取ったじゃなくて、はい、スーさんはなんで外いるんですか。私も買い出しです。あ、買い出しか。はい、ちょっと歩いてメガドンキ。え、歩け、ドンキだったら佐野間さんに頼めばいいじゃないですかって。いや、それぞれ二手に分かれた方が早いじゃないですか。あ、そういうこと、うん、ノンストバスが、なんかバスやめてください、やめてください。うん、やめてください。梅田くんが来ましたね。すいません、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 ほんとすいません。なんで、なんでお前、なんでお前が一番ボケてんだよ。はい、ですよね、すいません、すいません。すいません。はい、です。はい、やっていい。何何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 湘南。何言ってるかわかんない。あ、湘南、湘南市、湘南。湘南？なんか綺麗ですね。思ったより初めて行ったんですけど。初めて行ったんですけど。絶対沖縄やろこれ。わらわら絶対沖縄や。じゃあちょっと企画会議始めますか。いや企画会議。はい。無理。無理だって企画会議。ということで。うん、相馬以外全員沖縄にいて満喫してるドッキリー。あ、そうや、絶対そうや。え、みんな沖縄？はい、昨日から相馬以外全員で沖縄を楽しんでます。ふざけんなよ、マジで。ふざけんなって。連れてきてよ。ということでね、はい、相馬さん。はい。親便ですから。はい。ちゃんと相馬さんのチケットも取ってあります。おお、やった！え、どういうこと？それ、何時ぐらいから？ 1 時50分なんで急いでください。1時50分？今何時だ？今12時10分やな。じゃあ急いでください。やばい。え、もう。すぐ。はい。まあ、遊べるセットを、着替え、うん、日焼け止め、いろいろ持って、しっかり来てくださいね。はい、じゃあすぐ行きます。あんたが寝坊したからこんなにバタバタしとんや。結構やばいな、時間。オッケー。1時50分の飛行機ですよ。あ、分かった。とか、はい。はい、はい、分かりました。待ってるよ。オッケー、行きます。はーい。なんで先行ったの？いただきます。これ僕手つけた。わかんない、手つけたから。どっちだったっけ。これイカだ。え、うまっ。私もイカがいいな。めっちゃうまい。ルースうまっ。やっぱ米好きとしてはこれもううまいわ。うん、あー、梅田くんがインスタを撮ってくれてる。この女社会で生きづらそうにしてる梅田くんが撮ってくれてる。じゃあメイン来ましたね。はい、入ってたんで。うん、うまっ。完食しました。ということで、4時半に相馬着くんで、あと1時間ぐらいありますから、ビーチ行ってね、はい、海見て、そして、え、海マジで見るだけですか。だ, だったら、ごめんなさい、これめっちゃ面白い。海見るだけだったら、別になんか Google マップとかで別に見れるくない。そう、こいつ、薄いなこと言うなよ。ごめんなさい、冗談ですよ。やっぱその生で見るのがね、いいですよね。そう見に行って、海見て、どうせね、いやーとか言うんですよね。そうです。そうですよね。で、行きまして、4時半の相馬に合わせて、まあ、そこを出るという感じで、はい、じゃあこの後海に行きましょう。はい。ということで、
相馬の今到着したみたいなんで、ここで少し待ちます。で、来たら案件をまずはここでやっていただいてという形になりますので、少し待っていきましょうか。いやー、沖縄楽しかったなね。ソーキそば食べて、ステーキ食って、ね、海も入れて最高でしたね。じゃあ待っていきましょうか。めっちゃはしゃいでんじゃん、やほやほ。はい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 、ヘイブラザー、ヘイブラザー、冷たって、本当に会社の金で楽しませていただいて、なんくるないさ。あー、なんくるない、なんくるないさ。まあ、もっとなんくるないことがありまして、はいはい、これ案件なんですよ。案件のお金でやらせていただいてるんですよね。ヘイブラザー、ヘイブラザー、ヘイブラザー。ですから、はいはい、まずちょっと案件やってもらっていいですか。なんくるないさ。こいつさ、やっぱおもろいね。やっぱなんかギア1、なんかワンランク上がるよ。案件のおかげでみんなで沖縄これです。もちろんもちろん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。しかも俺らが収めたらクローブさんね。あ、クローブさんなの。はい、あの案件で。そうっすね、案件としては、はい、あのポケカの、はい、あの人、あのオンラインガチャあるやん。はいはいはい、オンラインガチャをしてもらうと。ほー、何ポイント分だっけ。20万ポイント。20万ポイントもあるんで、それやってもらえて、それをまあ換金というか、その分のお金使っていいですよ。あ、で沖縄楽しんじゃっていいみたいな。はい。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいっすよ。え、だからまあまあまあ、正直言うとその動画にするためのドッキリみたいなことだよね。あ、そう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 。いや、案件があってどうしようかみたいな時に、そういうことですよ。ほら、みんな一緒に行きたがってたから。まあそういうことやね。そりゃそうや。あ、もうやろうやろうやろう。じゃあ案件早速やりますか。お、はいはいはい。じゃあウェブオリパー実際引いちゃってください。はい、じゃあちょっとじゃあしますね。V イズオリパー引こうかな。はいはいはい。V イズ分かりやすいやん。何本分引くの。これが500円か。じゃあ10連まずいきますよ。10連ガチャ。はい、じゃあいきます。はい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 、どんな感じだよ。はい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 、これで、あー来た。あーバージョン EX。 あ、でこれで多分ポイントがまあ要はちょっとお金になるみたいな感じなのかな。あー、そうやな、そうやな。だから結構買い取りなんや。あー、320ポイントで買い取っていく。はいはいはい、発送しで、全てですもんね。ポイント還元。はい。1120円です。なるほどね。はい、ポイント還元しました。え、はい、なんかこれ一番でかいのが入ってるのどれですか。だからこれ4万7000円。あー。PSA 点確定。え、やば。おお、あー、虹、レインボー。え、 PSA、ジャスやん。ジャスやん。1万ポイント。あー、1万。1万ポイント。これ、1回何円だっけ。これ1回4万7000コイン。あー、なるほどね。まあまあまあ、今1万1120円。あー、なるほどね、なるほどね。あ、まあ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 、こんなのもありますよと。バン。あー、まあまあ、なるんやな。虹はなるんや。レシーだ。おおお、え、なんかちょっと違った。今日違ったな。雑誌やん。雑誌やん。また。PSA やけど雑誌やん。また雑誌やん。もう得て。もうもう。もう外れればいいか。もうもういいよ。ああ、いいよ、もう当てちゃってください。もう当てちゃいますじゃん。すいません、すいません。みんなでね、やっぱ行って、白海とか行きたいよね。そうっすね。オッケーオッケーオッケー、行こうか。雑誌やん。雑誌やん、します。雑誌やん。で、これ5万ポイントで、まあまあ、じゃあこれ残して5万円分使いますって、まあ、普通に終わるのか、もしくは4万7000ポイントもう一回行って、さらに増やすみたいな。はい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 。まあ、どっちなんて。ここで終わるやつは男じゃないでしょ。沖縄まで来てさ、はいはい、そんなひよってるやつ見てえか。そうやな。なあ、はいはい、見てろよ、これ。これもう違う光り方してほしい。もう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 。パーン。レシラブ。大丈夫そう。え、これ今、俺何ポイントあんの。16,720ポイント。V ズ10連3回できる。あ、じゃあそれでいこう。うん、じゃあいこう。V ズ10連しよう。V ズ当てたいから。はい。ブラッキーが多分一番いいんやろな。ちょっとずつなくなっていくる。ちょっとずつ。まあ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 、いく。ここがだよね。ここが問題だよね。ここパーン行って、ここで割れなくちゃいけないの。あ、そうなんや。まあでも、基本臭いエネルギーは。まあだから、うん、相馬は嬉しいやつ。まあまあ俺は光っとるやつ。うん、じゃあ、じゃあ行こうか。まあラストやな、はい、これね。ラスト、実質ね、ラストっす。ただここで当てます。はい、もういいでしょ。もうもういい、もう絵はもう撮れてるから。ここでまずここで割れんと。
まず割れるし。割れる、まあ、割れないでしょ。でもこういうのがあってだもんね。まあ。素晴らしいですもん。だってさ、ね、本来だったらそのわざわざ買って、その売りに行くみたいな手間がかかるのはもう全部オンラインでできちゃう。まあそうだね。すごいですよ。2960ポイント。2960ポイントだけもうなんか使ってください。これ以上ないっすか。まあだからまあみんなでさ、なんかソーキそばとかだったら食べれるか。まあ、そういうのいいソーキそばね、食べようか。なんか買うでもいいし。そうやね。お土産とかちょうどいいんじゃん。ああ、お土産は早いけどちょっと。まあでもソーキそばとか食べたい俺。まあ。うん。ソーキそば行こう。はい。いや、じゃあまあこれね、こういうオリパがあるよと。そうですね。2960ポイント分、はい、使います。ありがとうございます。で、はい、まあ、この動画以降なんですけども、はい、コラボオリパ出ます。誰と？ソーマトランチ。え？ソーマトランチコラボオリパで。え？まさか草タイプ当たるかなって。絶対売れないよ。いや、だいぶそれも込みでこの案件費って書いてある。なるほど。僕らも言ってますよ。多分。はい、売れないと思いますよって言ったら、安心してください、うん、それも込みです。なるほどね。ぜひね、ウェブオリパー、はいはい、まあでも確かにクラブのサイトにですね、新規会員登録と、はいはいはい、SNS 認証、はい、これやっていただくと500円分の、ポイントがもらえると。なるほど、はいはい、はい、ちなみに僕のやつ一泊いくらからなんですか、コラボは。1000円。あ、じゃあ結構引けるね。そう、1000円でやって大当たりなんですか。100万円以上ぐらい。頑張りに入れるぐらいは入れられるから入ってます。ってことは誰かしらは引く。いや、それそうや。あ、すごいじゃん。え、何口ですか。10万口です。10万。1億円分ですね。1億円分。これ売れ残るな。え、それ分かってます。規模感って分かってます。まあ、それあ、すごいですね。あ、1000万があるってこと。しかも頑張り入れてまだまだ全然上がるって言われてるから、はいはい、普通にやりたいし、ちょっとまあ全然ね、10口くらいやりたいわ。はいはい。へえ、クローブさんにおけられる子連れてきてもらったみたいなもんだ。ああ、まあ確かに。ありがとうございます、はい、クローブさん。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。というかね、まあ、これから楽しみますわ。はい、はい、じゃあちょっと、ね、早速、お仕事お疲れ様でした。はい、オッケー、お疲れ様でした。じゃあもうここからプライベートで。まあそうですね、プライベートで。まあまあ一応回しましょう。うん、まあいい。まあ、そうか。そう、せっかくだし。だからまあ、ソーキそば食べたい。一旦空港内入りません？暑いんで。いや、空港内はいいやな。もうずっといたから。うん、ずっといたから。ちょっとなんかみんなの温度感もちょっとなんか良くないし。ごめんなさい。ごめんなさいはおかしいんで。ごめんなさい。ちょっと本当に聞きたくないわ。もう聞きたくない。もう聞きたくない。ない。もう聞きたくないわ。何も。帰りの便取ってるんで。いや、ちょっと待って。いや、ガチ。ガチ。本当に。どっち。本当に。嘘でしょ。はい、マジ。また。もういいって、そういうの。もういい、そういうのいいから。おい。まだもうテンション上げてけよ。ソーキそばとか食べた。はい。みんな食べました。なんでだ。ステーキも食べた。おい、フルマンクスしてんじゃねえか。全然、もう食べたの、みんな。ソーキとそば食べましたし、ステーキも食べました。みんなで、本当にフルマンクスしました。いやいや、ピースじゃないって。じゃあ本当に帰るの。え、マジで帰るの。空港券見せて。じゃあ空港券、あるこの温度感で分かってほしい。いや、じゃあもう落ちいいって。もういい、もうネタバレ。お前なんでお前それジョーニーを触らせて俺には触らせない。いや、そんな俺だって触らせろよ。触らせろよ。俺だって触らせろよ。どうした。じゃあちょっと待って、見せてよ。それ見たら信じる。それ見たら信じる。はい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 。7月、今日が11で8時半。8時半に那覇空港出発なの。ガチ帰るやん、こいつら。だから今日空港から出れないっす。だからさっきからさ、ウェブオリパ引いてさ、なんか買ってって。いや、おかしいなと思って、もっと市内で撮ろうやんって。もう沖縄っぽいとこで撮ればいいやんと思って、なんでここで撮るんかなとは思ってたんだけど、もう面倒くさいから。もういや、もうだって空港から俺らはもう帰りたくないから。逆にもう面倒くさいみたいな。来てんだから。もう来てんだからって言うな。俺だって来てるわ。買ったぜ。今日初めての20ドッキリだった。あー、多分これ初です。最初沖縄、最初みんなあのね、俺以外そう、あの
くなる、はいはい、で来たらすぐ帰れへん、詰め込みすぎや視聴者分かりづらいよこれ、まあ、みんなついてきてるそれ、まあ、またちゃんと次リベンジさせて、まあまあもちろんもちろんもちろんまだね、まあ、今回は本当にでも俺らも昨日の11時ぐらい、はい、夜そんな感じなの、本当にこのドッキリのために来てて、ああ、あ、それはご苦労さんだよ、そうそう、それもあるで、しかも俺も寝坊して企画会議でテイナワイヤーになってみたいな、あ、なるほど、そっちはそっちでちょっと大変なストーリーがあったよ、まあまあ、でも明らかに楽しかったよ、それは、ね、まあ、俺も結構キャストハゲんだよキャストハゲんだよ、じゃあ帰ろうか、一応動画閉めますね、はい、閉めようか来てすぐ、あ、これむずいね、来てこれからやと思ったらもう閉めないよ、そう、見てくれてありがとうとは言えんわこの動画がいいと思ったのはもう言えんわまあでも、ね、これ見て、はい、まあ面白いなって思ってくれたりとか、はい、あとやっぱクローボリパーやってみたいなと思ってくれた方はチャンネル登録と、コメント高評価メンバーシップへの加入もよろしくお願いします、ということで次の動画でお会いしましょうはいさーい、じゃあ帰ろうか帰ります、帰ろうか、追いついてこいよ、お前俺だけ帰るとこないよな、帰ろう、早く動いてるよ、なんで動かへん、なんでお前ら動かへん、動けはいさーい、はいさーい、もう帰ります、もう帰ります、帰るから空港で沖縄の方泊まってます、もう食べていい？それじゃあ払ってこないよな。はい、じゃあいただきます。いいよ食べて。こんな感じ。いただきます。うまっ。めっちゃうまっ。なかったね俺らも。なんか、うん、みんな同じ場所で食べた。もちろん。でもあの空港のソーキそばが一番うまいからね。なんで俺ら海ぶどう食ったもんな。うん、俺もお米買ってるからね。2960円で。お土産、海ぶどうとソーキそばでもう終わったわ、ちょっと目がガン決まってるそばの写真撮ってたし